はじめまして、熊里と申します。本日は誰でも使いやすいゴーリークロスを作っていこうと思います。誰でも使いやすいゴーリークロスを作るにあたって、ゴーリークロスの、必要なものをこちらの方に並べておきました。まずはクロスの方の説明からさせていただきたいと思います。まず必要なものとしてはシャフトから、ゴーリーのヘッド、こちらは今回は、STX 社のイクリプス2というヘッドを使っていこうと思います。次にメッシュ、こちらはストリングキング社から出ているグリズリー 1X、こちらのメッシュを使っていこうと思っています。で、さらに必要なものとしては、サイドレース、こちらが3本になります。とパウエル、あとはシューティングコード、でさらにはボトムレース、であとはハサミ、ライターを、使っていこうと思います。はい、そしたら次は編む段階に入っていきます。編む上で必要なもの、サイドレース3本、こちらをご用意いただくんですけれども、基本的には 4m を買っていただければ問題ありません。まず長さ、4m の分割としては、本日はちょっとこちらで、もう用意してあるものを使用させていただくんですけれども、長さとしてはこちらのゴーリーヘッドのこの縦の長さ、こちらを3往復分ご用意いただければ間違いないところです。これが3往復分ちょうどになります。これでトップの部分、サイドの部分、こちらを編んでいきます。はい、では、サイドレースの準備ができたと思うので、今度はこれを使ってトップの部分、こちらのトップの部分ですね、を編んでいこうと思います。編むにあたってまずはこのメッシュ、これを伸ばしていきます。メッシュを伸ばすときは一度全部開いていただいて巻きます。で、こうして丸まった状態で伸ばしていきます。で、これをする理由としては、まんべんなく全体を伸ばすことがゴーリークロスを編む上では大切になっていて、ゴーリークロスはヘッドの形状上どうしても全体的に広いので、全体を伸ばさないと編んでいる時に、すごい、テンションがかかっちゃって編みにくいっていうことが多々起きるので、まずはメッシュを全体的に伸ばしていきます。で、こうすることで全体がきれいにまんべんなく伸びると思います。で、この伸びた状態になったら、ゴーリーのメッシュ、普通のフィールドのクロスでもそうなんですけど、上下があって、まずは、ダイヤモンドが終わりが個数が違うので、まず11のダイヤモンド、こっちが11、ここの1234567891011のダイヤモンドと12のダイヤモンドの列があって、まずは11のダイヤモンドが端っこに来てる方、こっち側ですね、こっち側が上に来るように用意します。で、さらに12の列を折り返します。で、11の列が重なり合うようなところからまず編んでいきます。で、まずここで折っていただいたところで、次にゴーリーヘッドのトップの穴の数、1、2、3、4、5、6あるので、こちらに合わせていきます。で、こちら11個の穴に対して7個の11個のダイヤモンドに対して7個の穴を使っていくので、サイドの2つ、こっちの1、2両サイドの2つを閉じちゃいます。こういった形に閉じちゃって、で、ここの穴1、2、3、4、5、6、7個、こちらに紐を通していきます。で、トップレースの下準備として、まずは二重肩結びを行います。2で肩結び、こんな感じですね。で、ここの、プラスチックの部分、ストリングキングのメッシュキットについているものであれば、このプラスチックの部分ギリギリを攻めてください。じゃないと、
このあと最後にギリギリ足りなくなるっていうことが多々発生するので、ここはもうギリギリで結んでください。そしたら編んでいきます。まずはヘッドの一番サイドホールの一番上、ここの部分ですね。ここに外から内にメッシュ、紐を通していきます。で、次にサイドから1、2、3番目のメッシュ、ダイヤモンドに表から裏に向けて通します。こんな形になってます。で、この全体を、包み込みながら、もう一度最初に通したヘッドの一番上の穴に通していきます。で、さらに、表から裏に向けてもう一度トップレースを引っ張り出します。この際にこの余ってるダイヤモンドを束にするようなイメージで束ねていきます。で、ここの時にしっかり強く引っ張ってください。ここが緩く、結ばれているとここが外れちゃって、この束が崩れてしまい、トップが、張れなくなっていく原因になっているいくので、ここはしっかり強く結んでください。そしたら次、この結べた後はトップの穴に通していきます。まずは、手前側から奥側にトップのヘッドの穴を通します。で、さらに次はメッシュの表から裏に向かってレースを引っ張り出します。こんな形になっています。で、さらにこの、メッシュの表から裏に出ているものを今度は裏から表に通すんですけど、次通すときはこの、レースを包み込むようなイメージで通していきます。なんでここで、表から裏に出したときに、また返すときに挟み込む、トップの、ホールに通ってるレースに対して挟み込むようなイメージで通していただいて、ヘッドの、表から裏に出ているレースを、あ、すみません、裏から表ですね、出ているレースを今度は表から裏にヘッドの穴を通して通していきます。で、この際に強く引っ張ってしまうと、次この紐を通す穴がなくなってしまうので、あまり強く引っ張りすぎずに、さっき、メッシュの、裏から表に通した際にできた穴、この穴に対して上から下に通していきます。すると輪っかができている状態になるので、ヘッドの表から裏に出したこのレースを引っ張っていくと、こんな感じで結べるようになります。で、この際にきつく結ぶようにしてください。先ほども、同じことを最初のスタートの時に言ったんですけれども、ここの部分でも常に同じことが言えるんですが、常に引っ張っていないと緩みが発生してしまって全体的な張りが悪くなってしまうので、ここはしっかりと強めに結んでください。で、ここ編む際に注意というかポイントなんですけれども、ダイヤモンドの真ん中がここにあると思うんですけれども、左側を編んでいるときはこの真ん中より左目に結び目が来るようにすると、バランス、全体的なバランスが良く、なおかつ編みやすくなります。で、次編む時もこのダイヤモンドの真ん中より少し左目、この辺りをめがけて
編んでいくと全体的なバランスが良くなっていきます。まずはヘッドの裏から表に出して、メッシュの表から裏に出す。でその際に一番最初に通したこのヘッドに裏から表に通した紐を内側から通す。で一回強く結ぶ。さらにこのレースを裏から表にメッシュを通して出して、先ほど通した一番最初のこのヘッドに通した紐を包み込むように通します。でさらに表から裏にもう一度ヘッドを通して出して、できた穴にもう一度返す。これの繰り返しになります。で少しこのまま 1,2,3 個連続して同じように左寄りで編んでいきます。で、基本的にはゴーリークロスを編む際はこのヘッドのこのトップの編み方は変わらないと自分では考えていて、どんなヘッドであれ同じように編んで大丈夫だと思います。というのもゴーリークロスにおいて、トップをこの編み方で編むというのは全体的に共通しているんですね。でこの編み方をすると何がいいかっていうと、ボールがメッシュを通ってヘッドに乗る。で段差がメッシュからヘッドに行く時の段差、この時の段差なんですけど、メッシュが上にかぶるので、この編み方をするとヘッドの縁にボールが当たることがないので基本的にかかりにくいし、ボールを出しやすい編み方になっています。なので基本的にどんなクロスであれ、私的にはこの編み方をおすすめしています。で次真ん中にまで来ました。で真ん中は、どちらにも寄せずにこの真ん中のトップの部分を挟み込むように編んでいきます。でコツとしてはまず一回全体的に緩めに通しちゃいます。そしたらまずここの手前にできた輪っかを引っ張ります。この際にメッシュを逆側に引っ張ります。すると見にくいとは思うんですけど、こっち側の紐、トップレースがダイヤモンドよりトップの真ん中よりも左側、僕から見て左側なんですけど左側に来ます。でさらにこっちに緩んでる方を右側に持ってくる、こっちですね、持ってきてこれを縛る。とちょうど真ん中をこのトップレースが挟み込むような形になります。こんな感じでこうすることで中央が真ん中に取っているので左右のバランスを平等に保つことができます。で真ん中まで来たら次は折り返しで右側の方を編んでいくんですけれども、こちらは、ダイヤモンドのトップよりも右側にこの結び目が来るように編んでいきます。で編み方はさっきと一緒です。このように通していただいて、まずは裏に出た段階で引っ張る。でさらにこの出た紐をメッシュを裏から表に向けて通す。で最後またこっちに下に通して輪っかに通してここに出た紐を押さえながら引っ張る。これで一日に編めます。でこれを最後まで続けて編んでいきます。
で編む際に真ん中から編む人とかももちろんいると思います。それは全然構わないですし、それも全然一つのバランスの取り方だと思うんで、僕はそれを全然否定はすることはないんですけれども、個人的にはこのようにどっちかに寄せながら端っこからやる方が力も込みやすいですし、あと最後紐が結びにくいっていうことが起きにくくなるので、基本的には僕は、サイドから編んでいきます。で最後ここですね、編み終わったらしっかりツールで結んでいただいて、この紐をさっきと同じようにこの余ってる2つのダイヤモンドを束ねていきます。で次は出てる、後ろから出てる紐をメッシュを裏から表に通します。今表側にこう出てる状態ですね。でこれをヘッドの内から外、一番上の内から外にまず通します。こんな感じで、この時はまだこの束ねてるところは結ばれてません。次にこの出てる紐をこの最後のダイヤモンド、結んでる最後のダイヤモンド、7個目のダイヤモンドのメッシュの裏から表に通します。でここで初めて余ってるダイヤモンドが束ねられて、最後ヘッドの内から外に紐を出します。でこの時に強く結んであります。こんな感じで、でこの付け根に向けて先ほどもやった二重の肩結びを行って、しっかり根元で強く、こんな感じになりました。これでトップの完成になります。はい、ではトップが編み終わりました。そしたら次はサイドの、こちらのサイドウォールに、紐を通していこうと思います。サイドを結ぶ際、またスタートするときは肩結びを二重にしていただいて、でこの状態になったらスタートになります。サイドの際は、トップの時とは違って余裕ができているので、基本的にはそんなキツキツにしなくて大丈夫です。そしたらまず編み始めていきます。まずサイドを編む際は一番トップが、トップレース穴になっているので、上から2番目こちらの穴、こっちから通していきます。まずは先ほどと一緒で、ヘッドの外から内にまずは通していきます。で次外から内に通した後は、このメッシュ一番上のダイヤモンドからすぐ下、ここにまず通していくんですけれども、まあ、ここに通すんですけど、2つ、ダイヤモンドを束ねてしまっているがゆえに、この一番外側は使うことができません。なのでまずは1個絞ったところ、この内側からスタートしていって、次はもう1個外側、こちらの穴で、ここもまだ余っています。でもう1個下で、もう1個下で、最終的には上から 1,2,3,4,5,6 個目、このダイヤモンドを外に貼り付けることからまずはスタートしていく形になっています。で、ゴールだけ決めると、この6個目のこのダイヤモンドをサイドウォールの、トップも含めます。 1,2,3,4,5,6,7、 ここの、7個目のサイドウォールの穴に通していくことがまずは第一優先のやることになります。なのでそれに向けて編んでいきます。で次トップを固めていく上で出したところからもう一回ヘッドの外から内に通していきます。でさらに、メッシュの表から裏に出して、まあ、ここで二重してるようなイメージになります。でこの際に、この束ねてる紐
メッシュを、かぶせないようにしてください。ここでかぶせちゃうとこうやって結んでる時、プレーしてる最中にこれが外れる可能性があります。そうすると全体的なサイドレースの緩みにもつながってポケットのバランスがアンバランスになってしまうので、ここの束ねてる部分はサイドレースを編むときは外してください。で、ここを強く結んでからこんな状態になったらスタートできるような形になってます。はい、そしたらまず次ここのダイヤモンド、1、2、3、5つ、これ全部通してもいいんですけれども、正直全部通すメリットっていうのもなくて、正直自分の感想だと1、2、3、4つ通してれば大丈夫かなと思っているので4つだけ通していきます。で、次真下のダイヤモンド、まず最初にサイドレースを通したダイヤモンドのすぐ下のダイヤモンドに紐を通していこうと思うんですけれども、この際編む際は一番最初サイドレースをスタートした2番目の穴から1つ開けて、この4つ目の穴、1、2、3、4つ目の穴にまずはヘッドの外から内に通していきます。この際にまだきつく結ばないでこれぐらいゆとりを持たせた状態にしておいてください。で、次ヘッドの外から内に出した後にこの上の部分の最初に通したダイヤモンドのすぐ下、このダイヤモンドに表から裏にレースを出していきます。で、この出した紐を先ほど一番上からメッシュから出てる紐、外から内に通した紐の上から下に差し込んでいきます。ここの上から下、こんな感じで、まずはメッシュから出てる紐を強く引っ張ります。これを引っ張る際に斜め下に穴に近づけるようにまずは引っ張っていくことで、最初のダイヤモンドからヘッドに通していたこの紐が結ばれます。で、この下に出てる紐、その後にこの引っ張った部分を押さえながら出てる紐を下に引っ張ります。こうすることで強く結ぶことができるので、しっかりと強く結んでください。で、これはいわゆる用語で言うとアンカーノット AK ってやつなんですけれども、これをまずはこの一番下6個目のダイヤモンドまで続けていきます。で、次通すのが、さっきは1個飛ばしたんですけど、次はすぐ下の穴に通していきます。通し方はさっきと一緒で、外から内で表から裏に出して上から下に差し込む。で、まずは、メッシュから通した紐を強く引っ張って、さらに次は、上から下に刺したこの長い紐を下に刺します。こんな感じですね。で、この時にしっかりとメッシュとヘッドが密着しているように編んでいってください。ここでやっぱりこう緩くなっていると後々使っていくうちにヘッドがしっかり張れてなくてアンバランスなヘッドになっていくので、ここはしっかりとぎゅうぎゅうに結びながらやってください。で、次最後7個目のところに通していくんですけど、1、2、3、4、5、6、7個目、こちらに通していくんですけれども、1個飛ばして通します。で、通し方はさっきと一緒で、外から内、表から裏、上から下、これを強く、これも斜め下に引っ張りながら編み込む。こんな形ですね。これで、サイドの上の部分は貼ることができました。で、この AK っていう結び方は
今回、ご紹介する編み方では基本この結び方がベースになります。なのでこの結び方は覚えておいてください。で次、ようやくこれから、12のダイヤモンドで編んでいくんですけれども、まずこの1個下、すぐ下のダイヤモンド、これを7個目の穴の1個開けた下、2個下のこの9個目の穴に通していきます。でこの際にものすごく力が必要なので、ここを結ぶ時は力強く引っ張っていただく必要があります。なので結構その手の皮とかが切れちゃったりするので、もし気になる方はテーピングであったりとか、あとはまあ軍手などつけていただいた方が、手とかが切れにくくなるのでいいと思います。では通していきます。結び方はさっきと同じです。ここも AK で通していきます。外から内に出して、表から裏、上から下に通していくんですが、まず一番最初、メッシュの表から裏から出したタイミングのレースを引っ張るときに本気で引っ張ります。で引っ張った後はすぐに、止めつつ、指で押さえつつ、すぐに上から下に通した紐を引っ張ってください。そうすることでここが綺麗にヘッドの、縁にメッシュが当たるような感覚になります。でそしたら次、ここを押さえながらすぐ下のダイヤモンドの表から裏、今回は、ヘッドには返しません。まずもう出てるこの紐、結び目から出てる紐を表から裏に出していきます。こんな感じですね、釣ってるような状態です。でこれをまたちょっと手繰り寄せて、ここをまた押さえながら、今釣ってるダイヤモンドを手繰り寄せながら、もう一個下、このダイヤモンドですね、ここのダイヤモンドを今度はさっき一個飛ばしで力をかけたこのサイドホールのすぐ下、真下ですね、ここのホールに通して AK に結んでいきます。から外から表から裏、上から下で、ここもしっかり強く引っ張って下に入れて、こんな感じですね。これで一番力がかかるところは終わりになります。でここをしっかり張ってください。ここを張ることでウォーリークロスでいうポケットができるようになります。またここを強く張ることでトップの張りが生まれてくるので、ここをしっかり張らないとトップも張れないし、道もできない、ポケットもできないといった中途半端なクロスになってしまうので、ここだけは力を入れて編んでください。でこの次、ここからはもう簡単です。さっき通していただいたここで AK が終わってます。でこの次はもう一回すぐ下のダイヤモンドを釣っていきます。こんな感じで、さっき通した、穴から1個開けて2個下、ここの、ヘッドの穴にさっきと同じで外から内に紐を通すんですけど、この次にメッシュを通さないでこうじゃなくて、そのままメッシュを返さずに上から下にそのまま刺していきます。こんな感じですね。もうヘッドをメッシュとくっつけるような作業はしません。このまま離した状態でやっていきます。こんな感じですね。で、ここで結びつけたこの紐をさらに1個下のダイヤモンドにも通します。これも表から裏。こんな感じになってますね。で、さらにもう1個下のダイヤモンドも引っ張っていきます。こんな感じ。で、次。
これで終わりです。で、そしたらさっき結んだ1個飛ばして2個下、ここに先ほどと同じようにメッシュを通さずに結んでいきます。こんな感じで。で、ここの2つは自由に動いて大丈夫です。で、さらにもう一度この下のダイヤモンド2つを先ほどと同じように釣っていくような形になります。1個表から裏に出して、もう1個表から裏に出す、こんな感じですね。で、それを引っ張っていただいて、もう一度先ほどと同じようにメッシュを返さずにヘッドにレースを結びつけていくと、こんな感じになります。で、ここを、しっかりとヘッドと結びつけなかった理由としては、ここの遊び、この遊びが、ゴーリークロスでとても大切だと考えていて、この遊びを設けることでショットを受けた時にメッシュが全体的に動くと、ボールをしっかりとメッシュ全体で包み込むようなイメージになります。なのでボールを弾きにくくなる、これがこの釣ってるメリットだと自分は考えていて、で、そしたら全部釣れば、ここもう結ばずに全部釣っちゃえばもっと弾きにくくなるっていうことなんですけれども、それをしてしまうと今度は投げる際にメッシュが全部くっついていってしまうので、ボールを投げれなくなってしまう。で、それをやってしまうと、まあプレーができないといったことになってしまうので、さすがにそれは避けたい。で、自分はこの、1個飛ばしで2個釣る、こういった編み方をしているんですけど、これは、試行錯誤の上で編み出した一番バランスのいい、投げる際でもキャッチする際でも一番バランスのいい編み方になっています。なのでこの編み方を真似していただければ、投げるのもすごい綺麗に投げやすいですし、キャッチする際もボールの衝撃の吸収がすごい張り付きが良くて、で、吸収もすごいされるので弾きにくくなっていきます。では最後、もう一度この2つ下のダイヤモンドに表から裏で通していきます。これは2つも通しちゃって大丈夫です。こんな感じで、で、最後はサイドボール、この部分の一番下の穴で、下にも穴がまだ3つ続いてて4つ穴が開いてる状態になってるんですけれども、この3つの穴はボトムレース用の穴なので、ここは使用しません。ここのサイドレース、ここの最後の穴に向けてヘッドの内から外に紐を通していきます。で、この際に全てをこう引っ張ってしまうと、ここの遊びができなくなってしまうので、自分はここを1センチ分、指1本分が入るか入らないかぐらい開けて結びます。で、最後結ぶ際は、先ほどと最初と同じように二重結びして、で、それを片結び、こんな感じですね。で、最後一つ指一つ分上げてるんですけれども、これは多分上でさっききつきつに編んでって言ったんですけど、ここで緩めてたら意味ないんじゃないかっていう方が多分また出てくると思うんですが、これに関しては下の部分で遊びを作っていて、ここの部分を緩くすることでショットの衝撃をより吸収しやすくなっていて、なおかつここの結び目がしっかりとキチキチにロックされているので、さほど影響が出ないといったところで、ここを指一つ分上げているといったような形になっています。で、最後ボトムとの兼ね合いになるんですけれども、
ここが緩いことでこちらのサイドレースに影響を出ないような結び方をしていくので、それはその際また解説していきます。なので最後この結び方をする際は指1本分開けていただいて大丈夫です。では次逆側を編んでいきます。逆側はさっきやったことと全く同じことをただ逆のところでやるだけなので、解説とかをせずに、まあ、動きだけ見ていただければ大丈夫かなと思います。はい、こんな形でトップレース、サイドレース結び終わりました。はい、そしたらボトムを締める前に一度伸ばしの作業を行っていきます。伸ばす際にまずこのポケットの一番深くなっている部分、こちらの方にかかとを当てます。で、つま先がトップのヘッドの方に向くようにして、足をボールだとイメージしてボールが出る道を押し込むようなイメージで、まずかかとに力を入れていただいて、ヘッドを穴に指を突っ込んでヘッドを引っ張る。で、つま先も押し込む。で、これで伸ばしていくと、こんな感じで揉みながらやっていくと、ヘッドの形がきれいに伸ばせます。で、これを繰り返していただくとだいぶ伸びていくので、この足で押すやり方、こちらをおすすめしています。もう少し伸ばしていきますね。すると、まあ、これだけ一気に深くなるので、ぜひこちらのやり方を試してみてください。そしたら伸ばし終わりましたら、次はボトムを締める作業になります。で、ボトムを締める際、ストリングキングのセットを買っていただけると、ボトムレース、このちょっと短いタオルがついてきます。で、本日はこの微妙に長いこちらのタオル、こちらを使ってボトムを締めていきます。ボトムを締める際も、サイドレースを締めた時と同じように、二重の肩結びをしていただきます。こんな感じで。これも、ちょっとギリギリを攻めてください。これもちょっと微妙に足りなくなったりするので、ギリギリでやっていきます。そしたらこれ準備ができましたら、まずは左右に3つずつ穴があります。まず最初に一番内側、これどっちでも大丈夫です。一番内側に下から上に通します。で、次、メッシュに通していくんですけれども、ボトムレースを通す位置、編み立ての段階では最後にこちら12のダイヤモンドで通した後のすぐ下の11の列、この1個下の12と
の間にあるこの11の列、これの外から1、2、3、4つ目、こちらに4つ目の穴にで、逆側も1、2、3、4つ目、ここの2つに通していきます。ここですね。で、通す際に通し方は2つあって、で、今お見せするんですけれども、まあ、こちらのようにまあちょっと今緩くつけたんですけど、 U 字のようにつけるやり方と、こちら外して、次は X、ですね、ちょっと X になるような付け方があるんですけれども、まず最初は X で付けることをおすすめします。なんでまず X で付ける方法の説明になりますね。まず先ほど下から上に出したこのボトムレースを、結び終わりの12のダイヤモンドのすぐ下の11の列の外から4番目に通すんですけれども、この時に対角の、ダイヤモンドに通すようにしましょう。まず右側から先ほどボトムレースを通したので、左から 1、2、3、 4つ目のダイヤモンドに表から裏に通します。まあ、この段階でこんな感じになってます。で、裏に出たら裏から回って、今度は右から4番目のダイヤモンド、4番、こちらですね、こちらに今度は裏から表に通します。まあ、ざっとこんな感じになっているので、今度このボトムレースを、こちらとは逆側の一番、中心に近い方、こちらに通したので、こちらの穴に上から下に通します。すると、まあ、こういった形にバッテンになるので、ちょっとこれを締めていきます。で、まあ大体そうですね、ヘッドから指2本入るかなぐらい開いていただいたら、締めていただいたら、ここ付け根に向かって20の形にしていただいて、それで止めていくんですけれども、まだ微妙に余ってるので、今度はまたこのつながってる状態で編んでいくんですけれども、ここから最後止めた穴、ところから数ミリ、本当に5ミリぐらい離していただいて、また二重の形にしていただいて、まあこんな感じで玉を結んでいただいて、ここに通すと、すぐ横の2個目の穴、ボトムホールに通していただいて、今度はさっきバッテンを通したこの11の段のすぐ下の12の段、こっち下側ですね、の外から1、2、3、4個目、こちらの穴に通していくんですけど、今度は U 字で通していきます。なのでさっき下から上に出したこのボトムレースを斜め下、この穴に表から上に通します。こんな感じで逆側にも通していきます。で、
今度はこの最後に出ている紐を上から下に通していただいて、ここに出していただいて、ここをさっきの20番のので止めていきます。で、この際、下の紐に関してはみちみちで大丈夫です。ゆとりとか考えないで大丈夫です。というのも、1個下の穴にと列に通しているため、テンションが、上の先ほどバッテンの方のボトムにかかっていて、下の方にはテンションがかからないので特に問題もなく使えるので、こちらの方はギリギリパツパツで大丈夫です。で、これ2つ通した理由、このバッテンと U 字2つ通した理由、これは、ゴーリークロスは極力ボトムレースに、負担をかけたいので、ボトムレースを切りたいんですね。どっちかって言ったら、いや、ボトムレースを切りたいって言ったら少し語弊があるかもしれないんですが、メッシュが切れるよりもボトムレースを切った方が、コストが安く済むっていうところで、ボトムレースをどんどん切っていくような編み方になっています。で、ボトムレースがどうしても切れちゃうので、プレー中に切れて試合中に切れたら一つだけだともうボトムがない状態なので、ガバガバになっちゃってプレーができないんですね。そういう時の本当に臨時用としてもう一個予備でつけてます。で、予備でつけてる方は負担が普段からかかってないので、いざ切れた次のプレーとかは間違いなく切れるはずがないので、こちらを採用しています。で、ワンプレー、ツープレーぐらいは絶対問題なくできるので、そのままプレイしていただいて、クォーター間とかにもう一個切れちゃったボトムレースを結び直すとかで大丈夫です。で、先ほど U 字もあるよ、この X 字をつけるときに U 字もあるよと説明したんですけれども、ゴーリークロスは使っていくうちにだんだん伸びてきます。で、伸びると感覚も変わってきて、 U 字をつけてギリギリキツキツに結ぶことも可能です。で、キツキツに結ぶことで、まあ伸びた後にキツキツに結べばもちろんおのずと浅くなるので、編み立ての頃と同じような深さ感覚で扱うことができます。なので、まず最初はちょっと深めに使った方がまずは慣れやすいので、 X 字で気持ちゆとりを持たせて編んでいって、もしメッシュが伸びてダルンダルンになったら U 字に切り替えて U 字でキツキツに結ぶ。 X 字ですとどうしてもきつく締めるといっても限界があって、少しヘッドからの距離はできてしまうので、もし、ヘッドとの距離を詰めたい場合はこの U 字を使ってもらってしっかり引っ張る。こうすればヘッドとメッシュが距離がなくキツキツに使えるので、もし伸びてきたらしっかりと U 字にしてきつく結ぶ。こうすることで、深くなってもしっかりと浅く、なおかつキツキツに結ばれているので抜けやすくなるといったようなことにつながっていきます。はい、そしたらボトムまで結び終わりました。そしたら次は、パウエルをつけていきます。で、今回自分が紹介するパウエル、つけていくパウエルは2箇所で、シューティングコードを1箇所つけていきます。今回つけるパウエルとしては、自分がすごいハマってるこのハの字のパウエル、このハの字のパウエルとこちらの U 字のパウエルで、シューティングコードはこの位置に1本パッとつけていきます。で、まずは、編んでいく前にちょっとした説明をしてから編んでいこうと思います。ハの字をつけるメリットとしては、この位置で
ポケットができるんですけれども、この位置で、ボールをしっかりキープしたい。でボールに何て言うんでしょう、触れる、パウエルが触れる、メッシュが触れるようにしていたいけれども、このところで V 字や U 字のパウエルをつけてしまうと投げる際に影響が出てしまう。でキープだけが欲しいけど投げ感はいらないってなった時に、自分はこのハの字のパウエルを考えついて、これを使っています。でこのハの字をつけることによって、ポケット、まあ、チャンネルがすごい綺麗に作れます。ここでパウエルがテンションがかかっているので、その下の部分、本当にポケットができる部分で、細く作れていくので、こんな感じでボール1個分、これちょうどボール1個分の幅で作られていきます。でこのハの字、まあ、抜けるように作ってるんですけれども、上が横ブレを抑えるんだけど上が抜ける。ショットを受けた時も横ブレは少ないけど上には抜けちゃう。でそこを食い止めるためのこの U 字になっています。でボールが上に、横に、収まりが良くて上にスルッと抜けていくときに、最後の止まり、引っかかりがここで生まれるので、まあ、こんな感じですね。ここでガポつくような感じになっているので、ショットがグッてきたときにここで引っかかってクロスに収まりやすくなっています。でさらにこの U 字のパウエルにはもう一つ、役割があって、投げる際にここで引っ掛けてます。で引っ掛けるといっても投げ感を出しているようなイメージになっていて、ここで何もない時だと力のかけどころがわからない、難しいっていったことが多々あったので、自分はこのショットが抜けないようにするのと同時に、ここで U 字を作ることで投げ感を生み出していて、ここでコリッというような感覚を作ってます。でこのコリッといった感覚があるがために力をかけるポイントができるので、力強い伸びのあるパスを出せるようになります。で僕の場合だと、ここの一つパウエルを一本つけるだけだと少しコリッという感覚が弱いので、シューティングコードをその上に、真上につけて、これよりは強いゴリというような感覚にしています。こうすることで、より長い距離のパスであったりとか、より速いパスを出すことを、可能にしています。でこの U 字のパウエルとしては、まあ、2つ役割もあるし、どっちにしてもすごい使いやすいので、今回はこちらのハの字と U 字で、さらにシューティングコード1本、この3点をおすすめしていきます。では編み方を説明していきます。まず最初につけるのはハの字のパウエルなんですけれども、ハの字をつける際は、普段、パウエルをつける際っていうのは、横ここの部分、そのサイドからスタートすることが多いと思うんですけれども、ハの字をつけるときは横からじゃなくて中央からのスタートになっています。で中央からスタートする上で、まずは本来 V 字でつけるであろう線をまずは考えます。で自分はこの2個溜まってるところ、実際3個なんですけど、この上から2つ目のこの溜まり、ここの部分でハの字をつけたくて、で上か下か、こっちの上か下かってあるんですけれども、基本この上の部分につけています。上の部分につけることでボールへの干渉度が程よいものになっているので、基本的にはこの上の部分からつけていきます。で上の部分からつけていくと、パウエルを通す場合、 V 字でパウエルを通す場合は、ここは真ん中として、このここのラインで、パウエルを普段は V 字で通していくので、ここのラインに沿って編んでいきます。でここのラインで沿っていく上で重要なのが、
まあ、ここに想定しました。でボールをギリギリちょうどいいところで干渉させるための、幅の開け方、ハの字の幅の広さの取り方なんですけど、まずさっきここまっすぐ一本通してもらったと思うんですが、ここに行くと、中央このちょうど真ん中の列、ここが一番真ん中なんですけれども、ここからここを含めて3つ、ここの部分3つ目のところから穴を通していきます。皆さん間違えました、4つ目でした。1、2、3、4つ目、ここの部分から通していきます。でここの部分に通すときは引っ掛けるようなイメージ、ここの根っこに対して引っ掛けるようなイメージでまずは通していただいて、半分半分になるように、ちょうど真ん中になるように引っ張っていただいて、あとは折れ目がつかないように極力このまっすぐの状態で通していきます。で交互に、上下交互に通していくんですけれども、まずこの表に出ているこれですね、これをこの紐、パウエルを裏に出てるパウエルを裏から表にまずは通します。で表から裏に一個パウエルをさらに通すと、このような位置関係になって始めるんですけれども、次、表から裏に出てるこのパウエルを裏から表に折り目がつかないようにまっすぐ通していきます。で今度、裏から表に出てるこのパウエルを表から裏に引き寄せます。この時に交差するように、位置関係が交差していくように編んでいくのがコツになっています。でさらに次、今度はこの、表から裏に出ているパウエルをまずは裏から表に通して、先ほど裏から表に出したパウエルを今度は表から裏の下側から出していきます。すると綺麗なねじれが生まれていくんですけれども、この時に絶対このパウエルが折れないようにしていくのがコツになっています。でこれを、折れないように繰り返していくと、最後ここのパウエルの結び方なんですけれども、まあ、こういった形で、最後に表から裏に1本通していくんですけれども、この時にサイドレースを噛まないように、サイドレースとメッシュのこの隙間、ここの小さい隙間、ここを通していくようなイメージになっています。なのでここからこういったような、こんな感じになっています。でこれをする理由としては、パウエルをサイドレース、まあ、ないしはサイドウォールに干渉させてしまうと、そこが、パウエルがサイドレースなどを引っ張ってしまって、バランスがすごい悪くなったりすることがあるので、基本的にはサイドレースにはなるべく触れない、まあ、触れてもこう干渉がしないような程度で出していくのが重要になっています。でこの最後出てるこの2つを結んでいくんですけれども、これを結ぶときは2つ出てるのを合わせていただいて、これを肩結びしていきます。で肩結びしていく際は
自分はこれをちょっとゆとりを持たせながら肩結びをしていきます。2、3センチぐらい、指2本分隔ぐらいゆとりを持たせています。というのもここで救急に編んでしまうとメッシュがすごい大きい分些細な負荷をかけるだけでバランスがずれてきたり、全体的なバランスがずれてきたりしてしまったりとか、このショットを受けた時に伸びる幅も大きいので伸びる際に、パウエルをキツキツにしていると止まったりして伸びきらない、本来のメッシュの伸びがうまく発揮できないなどのことがあるために少し緩めにつけています。で、少し緩めでつけることできつく結ぶときよりも再現性が高くなっていて、やっぱきつく結んでしまうとどうしてもその都度、雨で使ったりとか、使っていくうちにちょっと強さが強くなって弱くなったりとかっていうのもありえたりするので、基本的にはここの部分は全部ゆるゆるで、ここの部分にしか限らず他の U 字であったりとかシューティングコードについてもゆるゆるで僕はつけていきます。で、U 字の際にまたその詳しい説明をしているので、今回はハの字ではゆるゆるにつけておけばいいんだなぐらいで覚えておいて大丈夫です。で、そしたら次逆側もつけていきます。そしたらトップがここなので、トップから 1,2,3,4 個目、ここの穴に通していきます。で、先ほどと作業は全く同じなので、ここはささっと閉じていきます。結び終わりました。で、これがハの字の完成になりますね。で、次 U 字をつけていきます。 U 字をつけるところは正直好みになってきます。で、個人的な好みとしてはこの真ん中のダイヤモンド 1,2,3,4 ってあるんですけど、この3つ目ここにつけていくのが個人的にはちょうどいいのかなと思っています。で、これに関してはこの 1,2,3 じゃなくてもこの斜め横間 1,2 の間のこの列につけていっても構いませんし、自分で試行錯誤してみて自分に合ったところを見つけていくのがベストだと思っています。で、まあそのつける際の注意なんですけれども、だいたい幅は5つから4つのメッシュを使うようなイメージになっていて、奇数列この真ん中に合わせる場合は左右に 1,2,1,2 5個のダイヤモンドを使うようなイメージをしていただいて、偶数のダイヤモンドの列に使う場合は4つのダイヤモンドに通すようなイメージになっています。なんで4つか5つこちらに合わせていただければなと思っています。そしたらこの3つ目ここに合わせてつけていこうっていうところなんですけれども、先ほど話したように5つダイヤモンドを通したいので、ここから左右2つずつ広げていきます。なのでここから 1,2,3,4,5 個こちらに通していきます。で、ここに通すことになったら、まずは U にしたいので、ここのダイヤモンドに沿うスタート地点を探すと、まあ、このまま外にダーッと流れに任せて数えていくと、ここの、強く引っ張った、サイドレースの1個下のここの部分からスタートになります。で、スタートする際は先ほど同様、サイドレースに干渉しないようにこの隙間、このちっちゃい隙間を狙ってもうまずは通していきます。こんな感じですね。で、ちょうど半分になるようにこんな感じで取っていただいて、で、編んでいきます。
でこのアームサイも先ほどと一緒で、折れないようにまっすぐひたすら編んでいくという形になっていきます。でここから先ほど指さした、まあ、この穴まで磨けて、まずは普通に折れないように編んでいきます。このパウエルに関してもやっぱキツキツで結ばないで、極力優しく引っ張らずに編んでいくことが重要になっていきます。でそしたらこの目指してたところまで来たら、今度は横にパウエルを通していくんですが、この際折れちゃうことが多々あります。なんですけど、正直この時に折っちゃってもさほど大きい問題はないんですけれども、折ってしまうよりかは見栄えがいい、このまっすぐのままで編んでいければ見栄えも良くなっていいのかなと思います。ただこの時にギリギリにしてれば、折っててもまっすぐにしててもそんな使用感に差は出ないので、それは好みで大丈夫です。でまあ、このまま5つ横に結んでいきましたと。そうなったら今度はまた返っていきます。で返す時もこのメッシュの流れに沿って編んでいくようなイメージになります。もしメッシュの流れがわからない、どこに行けばいいのかわからないってなったら、とりあえずは強く結んだところの1個下で覚えておいてください。そこに磨けて編んでいけば間違いないです。でこのパウエルをつける位置なんですけれども、個人の好みによってやっぱもうちょっと下目の方が力が入れやすいな、もう一個上目の方が力が入れやすいなといったことが多々起きるので、その都度自分で調整していくといいと思います。自分で調整できるようになると、微妙なそのもうちょっとここでかけてたらいいんだけどなっていうのが実際に実現しやすいので、これぐらいはできるようになっていくと便利です。でまあこんな感じでハの字という U字がつけることができました。でそうしたら次はこのシューティングコードをつけていきます。シューティングコードをつける際は、この U 字のつけたパウエルのすぐ真上、このすぐ真上の列につけていきます。でこの際は基本的にゴーリーのキットについているものであったりとか、ゴーリーのシューティングコードだと U 字にするとギリギリ足りなくなります。なので横一本でつけていきます。でシューティングコードに関しては横一本でも U 字でも大差はないので、そこはお好みで選べます。で今回は、まあ、誰でも使えるような簡単なキットを使っているので、横一本でつけていきます。でこの真上を横一本そのままずっと引っ張っていくと、5つ目の穴にたどり着くので、5つ目の穴から通していくんですけど、シューティングコードをつける際はもし U 字でつけないのであれば、基本的にはこのトップのヘッドと、メッシュをくっつけているところにたどり着くので、この際はサイドレースを通したそのサイドウォールにシューティングコードを入れていただいて構いません。このヘッドようにサイドウォールに通して、まあ、半分のところ、ちょうど半分になるようにして、また同じように、上下交互に繰り返しながら編んでいくんですけど、シューティングコードはねじれとかあまり関係ないので、そのままパスパスパスパ編んでいっちゃって大丈夫です。でこのシューティングコードも結び終わりは基本的にはゆるゆるでつけていきます。もしここでかかるのがちょっと弱いな、もうちょっとかけたいなってなったら、もう一個下の列にしたりとか、もしくはもう一本増やす、シューティングコードをもう一個上に増やすなど、そういった形で調整していくといいと思います。でさらにそのシューティングコードではなくて、サイドレースを
このシューティングコードの代わりにつけても、調整もできるので、もしこれだと足りないなとか思ったら1本真上に増やすとか同じ列に増やすとか、もしくはサイドベースに変えてしまうとか、そういったことをいろいろ試してみてください。で、もしこれがいらないなと思ったら抜いていただければいいだけなので、どんどん自分で調整してみてください。調整が終わったり、ここでいいやってなった場合は、この余ってる紐を切って、先ほどサイドとかで行ったような形を取ってください。で、ちょっと例を見せると、この余ってる紐を2つを引っ張りながらこう引いていただいて、この端っこを炙っていただければ大丈夫です。炙っていただいた後にちょっと押し込み、押し付けるようにして、この2つパサッと広がるので円みたいなのができちゃうので、この円を潰すようなイメージで炙っていただけると大丈夫です。そしたらヘッドが完成しました。次にこのシャフトの方を作っていこうと思います。で、シャフトを選ぶ際には僕は軽さを重視しています。ただすごい軽いのがただいいわけではなくて、ヘッドとのバランスがいいものを選んでいて、個人的におすすめなのはストリングキング社の 162g のもの、メタル2であったりとか A であったりとかメタル3といったようなラインナップがあるのですが、重さだけ 162g といったところを選んでいただければそんなに変わりはないので、こちらの 162g をおすすめしています。で、長さ、自分はこの既製品よりも短いものを使っています。で、既製品より短いものというのは、切って使っています。で、切る上で自分が注文している長さとしては、ショートの、ストリングキング社のシャフトより 2.5 センチ長めで切っています。で、この長さというのはセーブした後投げるときに、一番自分の中で力が入れられる長さで、一番早く持てる長さ、正直この長さよりも長く持って投げても力のかけ方は自分は変わらないので、極力短く使っています。で、短く使うことで早く投げるところに持っていけるので、短いに越したことはない。で、セーブする際の扱いに関してもやっぱり短い方が軽くはなるので、早く取り回しができるので、自分はこの 2.5 センチの長さを使っています。で、次は、シャフトテープをつけていきます。で、シャフトテープをつける際は自分は4箇所にシャフトテープをつけていきます。まずはこのボトムエンドキャップとシャフトをつなぐ、1箇所、次はセーブする際の下の手を置くところに1箇所で、投げる際に使う場所に1箇所で、セーブする手の上の部分で1箇所、この計4箇所つけています。この箇所に極力少なく短く、つけることによって、このシャフトの軽さ、本来の軽さを失わずに自分がプレイしたいところで最小限のところにつけているので、より分かりやすく、なおかつ、軽いという、この2点が両立できます。では最初につけていこうと思います。僕は、オレンジが好きなので、白いシャフトテープを使うこともあるんですけれども、今回はちょっと倍を意識してオレンジのテープを使っていこうと思います。このカラーテープなんですけれども、普通の、市販されているスポーツ用のテーピングで大丈夫です。で、僕はこれをスポーツ量販店でオレンジ色のテーピングを買って使っています。ただ使っていくと、こんな感じですぐくすんできちゃうので、取り替える時期は少し早くなっていきます。ではつけていきましょう。まずはエンドキャップのところからつけていきます。エンドキャップを、止める際につけていく注意点としては、どうしても段差ができてしまっているので、ちょっと分かりにくいと思うんですけど、
少し段差ができているので、この段差を、うまいことかわしながらつけていくのが大切になっていきます。自分はもうある程度の長さを切っちゃってからつけるようにしています。というのも長い蹴りを巻きつけるわけではないので、ある程度最初から切っておいて巻きつける方が簡単なので、そういうふうにやっているだけです。でまずは腕、このエンドキャップの部分を押さえ込みながら下を少しずつ調整しつつ張っていく。でこの時にやっぱりシャフト側が少したゆんでしまってもしょうがないものとして見ていただいて大丈夫です。どうしても段差があるので、そのたゆみが生まれるのは必然なので、そこは割り切って大丈夫です。で最後にそのたゆみが気にならないようにする方法も説明するので、少々お待ちください。で、まあ、エンドキャップ側が2周ぐらい、最初にスタートした地点が2回、埋まるぐらいまでなったら1回切っていただいて、しっかり隠していきます。でそしたら今度はここのちょっと余った部分を使って下側のこのたるみを消していこうと思います。ここにまあ一周巻くだけなんですけれども、この一周を巻くだけで2倍も良くなるので、ぜひやってみてください。こんな感じでたるみも割りっきり消えたかなと思います。でそうしましたらこの結び目のところ、結び目、つけ始めのところ、つけ終わりのところに少しライターで炙っていきます。こうすることで、接着面がより強く接着されるので、剥がれにくくなります。ただ炙る時間が長すぎると焦げたりしてちょっと見栄えがまた悪くなってきちゃうので、お気をつけください。でこんな感じで、ボトムの方のシャフトテープをつけ終わりました。そうしましたら次は下の部分、こちらは構える下の構えた時の下手の位置になります。自分は、実際に構えた時にどこにあったらちょうどいいのかなっていうのを考えながらつけているので、皆さん自身で構えた時にどこに自分の下手があるのかなどを考えながら貼ってみてください。でここに貼るときも、まあ、大体2周ぐらい、まあ、大体30センチぐらい余裕を持って取っていけばまず足りるので、大体30センチぐらい自分は取ってからつけていきます。でつけていく際に、まあ、ビジュアル重視でシャフトテープも巻いているので、極力まっすぐになるよう自分の中で納得いくようにつけていくことが一番大切になっていきます。で2周したらもったいないんですけど、もう切っちゃって大丈夫です。余分につけて余計無駄に重くなるっていうのを少しでも避けたいので、もう自分で惜しまずババッと切っちゃっていきます。で最後止めたら針が上げてちょっと濡らして、で下手の部分のシャフトテープは完成になります。で次に今度は投げる部分、投げるところですね。投げるところも自分でどこが一番ベストなのか考えながらやっていくといいと思います。で、投げる部分に関してはそんなにこんだけ大きい、シャフトテープをつける必要は自分はないと思うので、このテーピングちょっと太めなんですけれども、自分はこの太いテーピングは半分に裂いて使います。半分に裂いて
で投げる際にどこに自分が手を置くのかなと考えながら、また下と同じようにまっすぐなるようにビジュアル重視でつけていきます。ゴーリークロスは正直そのフィールドプレイヤーとは違って持ち替えがあまり激しくはないと思うので、そんなに神経質にならなくても問題はないです。でしっかり押さえつけて振って馴染ませて、でこれで投げる位置の完成になります。自分は投げる位置は人差し指をかけるようなところにテーピングを置いています。ここですね、こんな感じで試合の時はここをしっかり使う、ここを目安に掴んでいます。で最後構えるとき、構えたところに置く上手の方のテーピングになりますね。で上手に関しては人にもよるんですけれども、このエクリプス2の場合は根元の部分を掴めるような形状になっているので、ここで掴む人ももちろんいると思います。その場合は使わなくて、つけなくても大丈夫なのかなと思うんですけど、自分はここを根元を掴むよりかはこの下、ここに当てて普段構えているので、どうしても1箇所、止まるような場所が欲しいので1個小指の近くに当たるようにつけていきます。なので今回もそのような位置でつけていきます。大体目安としてはストリングキングのマークが全部見えるような位置でつけていくとちょうどいいと思っています。最後軽く炙って、これでシャフトテープのつける位置はつけ終わりました。で次ここまでできたらヘッドを差し込んでいきます。でヘッドを差し込む際は正直こっち表と裏、ストリングキング社の場合は変わりがないのでどちらでも構いません。そのままつけていただいて大丈夫です。でエクリプス2だと穴、上の穴がちょうど、シャフトに開いてる穴と合うので、こちらの穴にネジを1本通していただいて、つけていただいて、で自分のおすすめとしてはここのネジをつけたらその上にシャフトテープを少し貼っておきます。するとプレイ中にネジが飛んでったりとかっていう心配が一切ないので非常に便利になってきます。はい、こんな形でクロスが出来上がりました。以上で、クロスの作成の方を終わりたいと思います。私クマストは、インスタグラムを中心に活動しており、インスタグラムの方に、作ったクロス、また自分の考え方などを載せているので、そちらの方もチェックしてみてください。また、依頼等も受け付けていますので、インスタグラムの DM までご連絡ください。ありがとうございました。